チャオ、あっちゃんです。今日は8月18日、金曜日、あっちゃんの朝ごはんです。では作っていきましょう。はい、今パンをねトーストしてます。で、明るい、はい、ね、レタスときゅうりと人参、ではね、レタスにハム置いて、野菜並べて、きゅうりと人参とトマトと、で、マヨ、ね、パンはね、軽くトースト、軽くトーストしてポーチにします。で、ポーチにして、チチチチ、この中にこれを詰め込みます。はい、で、ハム野菜サンド完成です。はい、野菜、ハム野菜サンドできました。では食べたいと思います。いただきます。レタスがはみ出してる、おいしい。今日はね、ゴミの日やな。たっぷり今日は両掃除したからね、お盆休みにね、ゴミ袋がね、何もしてた6袋ぐらいしてたかな。断捨離中です。うん、機械のようにね、いろいろしてた。もうね、思い出とか言ってないな。なんかしないと聞かすまんくなってきて、思い出は心の中にあるから、もういいやっと、ね、この時必要やったらよ、その時は必要で気にしたけど、まあもういいやって思ってさ、捨てちゃいました。でも思わんとね、捨てられへんしね。
もっと捨てたかんものがいっぱいあるんだけどね、なかなか。決めた。その出会いは三井アウトレットパークでアウトレットセールファイナルオフ。うん。なんかちょっと野生と見られるカワウソが長崎県土屋市でカメラに入りました。悲しいことがいっぱいあったりするけども、朝から砂子で、まあ、もうね、テンション上げていきましょうね。うん、今、ダメじゃん。動物園で見られるユーラシアカワウソが一般的。本当にね。しかし、今回発見されたカワウソが絶滅種とされる。去年も今頃来ないだかな。忘れた。夏休みの最後の方はね、ちょっとテンションダウンするね。寂しくなる。それだけ、みちゃんがいちゃった頃は。夏は楽しく充実してたのよ。夏だけちゃうけどな。ミキちゃんがいた頃はそんなに泣くことなかったのになって思って。またね、いろいろミキちゃんのこと思い出して。だからミキちゃんのお話またするわ、9月入ったら。うん、みんなにミキちゃんのこと話したいしね。マイク落としたもん、声入ってきたかも。いいね、声つけていいかな。なんかハムヤサイさんの美味しいね。卵全部使っちゃったからないんだ、店入りかな。見たいわ今日。何が言ってた。なんかね、なんかちょっとテンションが上がる。人間的なもんです。みんなさんに今こんなこと言ったらあかんね。ちょっとテンション上げていかなあかんねんけど、朝ごはんまあゆっくり食べてテンション上げてちょっといろいろやっていきたいと思います。うん、あのね、どんな日もあります。人間ね、無にテンション上げなあかん日もあるし、あげやんでね、今日もね、そのままの流れで行ってもいい日もあるし、ね、その日の都合で、都合じゃないわ、その日の、ね、体調と気分で、頑張る日は頑張って、ゆっくり行く日はゆっくり行きたいと思うね。あとは、みんなに、こう元気を、元気と癒しを与えられたらなと思うから、こんなことしたかにね。まあね、だから元気で無理に偽物になっちゃいも、ほんまに、こうね、笑顔でいることで、自分のテンションも笑顔になれるっていうか、上げられる。だから、笑顔を作ってでも楽しく過ごしていきたいと思います。何だ、家族のレーベルハウスの世界中。
カメラ回してないところでいろいろあるのよ人生、うん、まあ、みんな人それぞれ波乱万丈、うん、楽しいことばっかりじゃない、うん、ね、嬉しいことばっかりじゃない、嫌なことも目の前に来るけどね、だからって、うん、嫌だなって思ってばっかりではね前向いて進まへん、うん、だからあの、なんていうのかな、嘘でも笑うようにしてたら、ね、自然と心が笑えるようになってくる。大ちゃんも信じてるから、今日もね、笑いながら、笑顔で、ね、楽しい一日を過ごしたいと思います。うん、でもテンション上がらへんけどね、まあ、これも今日だからって、はい、今日はテンション上げていきましょうって笑ったからって、すぐテンション上がるもんでもないから。いや、笑ってることで、うん、何時間、何日後かには本当に心から笑える日が笑えるようになると、ね、あっちゃんは信じてるからね、そんな感じで笑っていきましょう。うん、ね。これね、うん、うん。うん。笑うことで、いいね、運気が、ね、来るってあっちゃんは信じてるから、あと笑って今日も過ごしたいと思います、うん、今日はね予定っていうかやりたいことがいっぱいあってそっちをこなしていこうと思ってんのね。では週末土日はねもう帰省ラッシュ入ってるから、あと送りの帰省ラッシュで結構、うん、街はごった返すみたいなこと言ってたから、うん、この土日を避けて夏休み終盤の2週間で、ね、いろいろしていきたいと思ってます、うん、ね、ということでまだまだね、あっちゃんの夏休みでございますけど、あっちゃん家の夏休みはあっちゃんだけじゃなく子供にもね、うん、周りみんなにもねいろいろとこうやらないといけないやりたいことがいっぱいあるから、それを一つ一つこなしていって楽しく過ごしていきたいと思います。はい、ということで、今日も一緒に食べてくれてありがとうね。今日は8月の18日、この動画があるのは19日、もうね、あと2週間、夏休みも2週間、8月も2週間、ね、うん、盆休みで休んでた方も、明日日曜日で、おそらく盆休み終わり、長い人でもね、うん、でまあ、早い人も始まってると思うんだけど、この週末ね、楽しくゆっくり過ごしてください。でお盆休み返上でお仕事されてる方、あと送りか前倒しで終わってるかあと送りになるか分からへんけどもね、またお休みゆっくり休んでください。お盆の間お仕事された方お疲れ様でした、お盆ね休まれて、ね、家族サービスで疲れた方お疲れ様でした。ということで、ね、この後、また8月、まだまだ残暑きついと思う。で、また雨降ってね、急に気温、気候変動されたり、いろいろ、ね、体調を崩しやすい時期になるとは思うねんけどもね、体調管理もちゃんとして、楽しく過ごしてください。体調崩されへんようにね、気をつけてください。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、今日も一日楽しくいきましょう。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。